商業界の商売熟訓の話ですね、はいはい、結んで平井さんのことを書かれた本の中にも、はい、そのことがしっかり書かれてあるんですが、はい、こちらの商売熟訓について社長それぞれですね、ちょっと、はいはい、結んで平井さん的解釈をですね、はい、商売熟訓その1、損得より先に善悪を考えよう。だいたい普通会社というか資本主義は売上を上げること、利益を出すこと、新入社員も会社に就職すると当然私は会社に貢献します、うん、じゃあ貢献するってことは何ですかって言ったら、売上を上げて利益を残すことが会社に貢献することです、うん、っていうのはこれ常識ですよね、うん、しかしその前に損得、売上よりも利益よりもまず新入社員の人にうちに来てもらったら、売上の前にお客さんを喜ばせるために仕事をしてくださいよ、うん、善悪、うん、お客さんにとっていいか悪いかがまず先なんですよ、うん、その後に経費とかいろいろなもので損得を考えなさいよという、うん、損得よか善悪、うん、まさに普通は損得で教育されるし、うん、はい、社員教育もそういうふうにするんですけども、うん、我が社はそれは違って、うん、損得よりも先にまずお客さんにいいか悪いかを判断して仕事をしてくださいよということです。なるほど。2番目、創意を尊びつつ良いことは真似ろというですね、うんうんうん、会社はまあいろいろなことを改善改良をするんですけども、オープンにですね、やっぱりいいことは真似なきゃいけないんです。だからコンビニエンスストアがいいことをすればいいことも真似なきゃいけない。今まああのドーナツ売ったりとかいろいろやってます、はい、これはもう時の流れです。それはですね、やはり競合他社であろうが売るようにするっていうか、そのお客さんの要望を大切にしなきゃいけない。そのためには創意はもちろん大事なんだけども、お客さんにとっていいことは大胆に真似ていきましょうと。それもできたら他社よりも安い値段で売った方がお客さん喜ぶよという一つの例ですけども。なるほど、うんうん、創意を尊びつつ良いことは真似ろですね、うん、自分以外は我みんなしですよね。お客に有利な商いを毎日続けよう。でも読んで字のごとしですよね、うん、お客に有利な商いを毎日ですからね、これ厳しいんですよね。ある程度はロスも出ることもあるだろうし、失敗することもあるんだけども、しかしお客さんに有利な商いですから、それを続けることによって、やっぱり長い目で見ればうちを信用してくれるというようなことになるという、会社にとって有利な商いじゃないんですよという、それも毎日続けなさいと。奥深いですよね。自分の仕事を分析してみたら、ね、じゃああなたそうなってますかという話ですよね。4つ目、愛と真実で適正利潤を確保せよと、うん、適正利潤なんですよ。 A 社と B 社がありました、はい、A 社は借金があって金利を払わなければいけません、うん、B 社は借金がないから金利を払うことはありません、うん、じゃあ適正利潤っていうのは、うん、借金があるだったらそのお金も確保しなきゃいけないんです、はい、適正の利潤ですから、はい、だから適正利潤っていうのは会社によって違うんです、うん、だから適正利潤っていうのは私はなるべく少なくすることが正しいと思ってます、うん、適正な利潤です、はい、ところが世の中は情報こうあれやって情報修正して売上よりも利益がたくさん出ることが良しというのが今日経新聞ヒットに全部書いてますよね、はい、そうではなくて、はい、あなたの会社にとって適正な利潤っていうのはいくらなんですかということをまず経営者は出して、その適正利潤というのはなるべく少なくしなしょうと、うん、じゃあ少なくする目的は何ですかって言ったら、それは余ったことはお客さんとかもしくは社員パートさんに還元しなさいよということだと解釈してます。なるほど。だから愛と真実がいるという、これは非常に経営者にとっては厳しい言葉ですよね。厳しい、経営者にとってはものすごく厳しい言葉ですよ。だから愛がいる。なるほど。社員に対して、
この内部留保という位置づけともまた違うんですか。本的に。いや、それは内部留保はたくさんあった方がいいですよね。はい、それはもう、はい、だから、まあ、うちもそうなんですが、うちはもうその配当金か、はい、あれ永遠に取ってませんもん。全部内部留保ですから。創業者の株主としての配当金を取らずに、ああ取ってません。取らずに内部留保を貯めていくと。私がその配当金を取らんって勝手に決めただけであって、他の会社に共有することでもないし、まあ私が当然いつか亡くなって、まあ、新しい社長が出たりしたら当然過去のことがずっと歴史がなると、はい、私はバランスシートっていうのは経営者の性格が出ると思ってますから、はい、ああ社長はこんなことしてたんかっていうのは、私が引退した後にその生き様っていうか、それは数字出るんじゃないかなと思ったんですけど、ね、なるほど。第5条、欠損は社会のためにも不全と悟れ。これも欠損ですから、赤字ですから、はい、それはもう社員のためにも世の中のためにも良くないですよね。でさっきの話で、じゃあ欠損は何で出るのって言ったら、極端な話しますけども、それは社員パートさんがあなたの会社に満足してないんじゃないかっていうふうにつながるという。社員パートさんが満足していればおのずと利益は出るはずである、出るはずであると。また出なきゃおかしいと、おかしいと。だって楽しく働いてるわけだから、それは楽しく働くってことは強いてはお客さんのためになってるわけだし、というふうに思ったんですよね。第6条、お互いに知恵と力を合わせて働け。うん、これはですね、最初にパートさんに最初にそれをお願いするんです、はい、お互いに知恵と働け。それは何かって言ったら、はい、一日でも長く楽しく働くってことなんですよ、うん、昨日オープンしました、はい、でパートさんに言いました、あなたたちが1年後に仲良く健康に、うん、うちの店で誰も辞めてなかったら、おそらく昨日オープンした店はうまくいってるでしょう、うん、ってこういうふうに言ったんです。そのため知恵と力を合わせて、そうね、うん、知恵と力。第7条、店の発展を社会の幸福と信ぜよ、うん、まさに店の数が増えたり売上が上がるのは社会をひっくり返した会社ですよね、はい、会社じゃないんですって、うん、店の発展は社会の幸福につながらなきゃいけないと、うん、店の発展は社員パートさんの幸福につなげようって、うん、っていうふうに言い換えてます、はい、店の発展を、店の数が増えること、店の売り上げが上がること、利益が上がることは社員パートさんの幸福につながらなければダメと、うん、経営者だけがいい、うん、そういうのはダメと、うん、社会イコール社員パートというふうにしてます。なるほど、なるほど。そういうふうになれば世の中のためにもなるというふうに思ってるんで、うん、8条、公正で公平な社会的活動を行え、うん、これはですね、私に求められていることは社員さんに対してもパートさんに対しても公正で公平で当たらなければいけないと、うんうん、会社はお店はお客さんに公正で公平にやらなきゃいけんと、うん、特定の人に安く売ったりとか、うん、なんとかっていうことはダメですよと、はい。第9条、文化のために経営を合理化せよ。文化っていうのはですね、企業文化ですね、コーポレートカルチャーですね。だからそれはやはり無駄を省くとかいうようなことをして、まあ、適正理事にもつながりますし、会社の共有財産がありますね。これは個人の財産は何もない、全部会社の財産ですから、それをやっぱり無駄を少しでもなくして、はい、で、それをお客さんにとか社員さんに還元する。だからそういうのは企業文化、企業文化イコール私は習慣と思ってます、はい、みんながうちに出社してからタイムカードを押して退社するまでのいろいろな作業、はい、それも習慣だと思ってるし、それは文化のために経営を合理化せよ、無駄なことは削減しましょうという表現しますね。なるほど。最後、第10条、正しく生きる商人に誇りを持てと。
まさにこれは会社の目的ですよね。やっぱり社会人として恥ずかしくない、誇りを持てる仕事、誇りを持てる会社、誇りの持てる商品、自分自身で買えるような、そうね、まさにおっしゃる通りですよ。社員さんにはそう、あのパーさんにはそう言ってます。自分の家に買って帰れるような商品作ってよ、難しいこと考えんでいいから、そのためには手をきれいに洗いましょうよね、マスクはしましょうね、ネットはかぶりましょう、ほこりはしましょう。昭和63年に創業したでしょ、はい、その2、3年前に私この商業界に初めて勉強行き始めて、はい、まあ、その時商売10分というのは当然自分でも覚えたんですけども、はい、まあ、それからつどつどですね、まあ、苦しいことがありました、はい、まあ、苦しい時があった時にですね、商売10分をまあよくその接する時があった時に、ああ今うちの会社はここの部分、その商売実行の中でここの部分を大切にしなきゃいけんなっていうことを体験していったんですね。それぞれ会社ごとの商売実行があってもいいと思ってるし、理解があってもいいし、解釈があってもいいと思ってるし、その今会社の状態、今うちは教育が一番大事と思えば企業文化というふうになるかも分からないし、その都度都度の商売実行の中で大切にしなきゃいけんことっていうのもあっていいんじゃないかな、はい、また解釈の仕方も私も随分変わってきてるんで、それもあっていいんじゃないかなというふうには思ってますね。その時々によってやっぱり変わるんですね、そうそう感じ方、解釈は、うん、そう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 、いや変わらなきゃいけんと思ったんです。いけない、一番最初その創業前に、設立前にこれご覧になった時はどんな印象だったんですか。あのですね、それこそですね、最初言ったらですね、店は客のためにあるって言うんですよ、いや店は自分のために、俺はね独立したわけだから店は自分のためにあるだろうと思ったんですよ、で安く仕入れて高く売ったら利益出ると思ったわけですよ、だから全く真逆のことを言うわけ、なんでそんなバカなこと言うんかなっていうのがもうびっくりしましたよね。店は客のためにある、店は俺のためにあると思っとったもん、びっくりしましたね。もうカルチャーショックでしたね。それがどういうふうな時を経てそのしっくりくるようになっていくんでしょうか。うまくいかなかったからです。うまくいかなかった、あ、考え方が間違ってるなと思ったんです。なるほど。でその時にずっと、まあ当然北海道から沖縄まで2000何百人の方がこの勉強会に来てましたから、当時は、はいはい、その時はやっぱものすごい大きな、もちろんジャスコの岡田さんなんかも来てたし、はい、あ、やっぱこういう考え方をすれば会社は大きくなるんじゃなというのは考えましたよね。考えが間違っていたと。真逆でしたよ、真逆だったと。